皆さんこんにちは、ニアラボ TV の美里です。美里さん、本日の企画は、はい、本日の企画はじゃん、 ZOZO 社員美里による ZOZO タウンで買ったリアルな夏服の購入品紹介です。イエーイ。はい、皆さん ZOZO タウンの夏セールチェックしましたか？夏服がたくさん安くなっていてテンションが上がるのでぜひ見てみてください。今日は私が買った約6万円の商品を11点紹介したいと思います。アイテムと一緒にコーデを紹介したり、動画の最後には ZOZO タウンでお得に買う方法っていうのをご紹介できればなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。はい、ということでこちらが今回私が購入したアイテムで、コーデを組んでいくので私物を持ってきました。はい、じゃあまずですね、購入品を紹介する前に私が ZOZO タウンでセールアイテムを買う時のルールがあるので紹介しますね。まず大前提、もう ZOZO タウンってたくさんアイテムあるじゃないですか。なのでちょっとでも気に入ったってなったらハートマークのお気に入りをしておきます。そうするともう自分のお気に入りリストがバーって出るので、まずお気に入りを必ずしましょう。セール品が 30% オフ以上までいったら基本的に買います、即買います。でもこう中にはこうエッジが効いていたりとか、カラーがすごくカラフルだったりとかするとちょっと悩むじゃないですか。コーデどれぐらい組めるんだろうとかって考えて、でそのアイテムに関しては 50% 以上になるのを待つんですね。その時もまた安くなりましたよっていうのをお気に入りしとくと ZOZO タウンが教えてくれるので、また安くなったっていうのが来てから買うっていう風にちょっとルールを決めながらお財布と相談してお買い物をしています。はい、ということで前置きがちょっと長くなりましたが、早速購入品紹介をしていきたいと思います。まず一つ目はこちらですね、チャンピオンの T シャツです。今回ネイビーですね。もう T シャツなんて何本あってもいいですからっていうのでこれを選びました。こちらでね 80% オフなんですよ。990円、1000円以下で買えるっていうところで、 T シャツなんて何枚あっても、何回も言いますけどいいですから、薄手のカラーのデニムともすごく相性がいいかなと思って、こうタックインしてきたりとか良さそうかなと思って990円のまずは T シャツを買いました。はい、続いて2つ目はこちらです。はい、トゥデイフルさんのシャツ買いました。こちらはですね 30% オフで価格が 13,090円でした。でこちらのね、なんで買ったかっていうとね、こちらはシンプルなシャツに見えるじゃないですか。なんですけどよくよく見ると袖部分がここまでボタンついてるんですね。ここまでなので着たら、今ここに出てると思うんですけど、袖部分のね、中に着てるものが見えるんですよ。綺麗めに着こなしたいって時は全部締めちゃっていいと思うんですけど、ちょっとラフとかこう形をシュレットおしゃれにしたいって時は脱いでもらうと中から見える感じでおしゃれになると思います。続いてコーデですが、まあシャツなのでどんなコーデにもスカートでもデニムでもあると思うんですけど、今回私はこのシャツに今着ているこういうシアアイテムですね、合わせて、まあ、デニムとかラフに着てこなすかなと思います。あとこのシャツは普通のシャツよりもちょっとこうシルエットが大きめだったりとか、あとはこのね、横のスリットがねしっかり入っているってところで、前だけこうインをした着こなしもしやすいっていうところで、一つのシャツでいろんな着回し方ができるっていうところでいいかなと、おすすめですね。はい、はい、続いて3つ目はこちらですね、タンのパンツを買いました。かわいいですねこちら。こちらは 50% オフで 18,700円になってます。今回買った中で一番高いアイテムかなと思うんですけど、これも考えてずっと悩んでた一品なんですよ。でもね、見てください、ここの裾部分おしゃれですよね。はい、おしゃれなんですよ。なかなかないデザインだと思うんです。どうしようかな、買おうかな買わないかなって迷ったんですけど、 50% オフにね今回のセールになったので買いました。で合わせ方としてちょっとここニットパンツなのでお腹周りがちょっとのべっとしそうじゃないですか。なのでこれを合わせるときはお腹周りは隠すようなデザインがちょっとぽっちゃり体型の私は合わせやすい、着痩せもちょっとしながら、このね可愛い裾部分を活かしながらコーデを組めるかなと思いました。そしてですね、このパンツを合わせるときに私物である本当に長めな、もうワンピースぐらいあるシャツをコーデで合わせます。ね、なんでこんな長いの合わせるのって思うんですけど、さっきもお伝えした通り、こののぺっとしたデザインだと着膨れするし、ちょっと綺麗に私の体型だと着こなせないので、そういう時は潔く隠しちゃえっていうところで、この長さを着てもこの大好きであるこの裾部分のね、このデザインを見せることができるので、無理してこれを着るっていうよりは嫌なところは隠してきて、この子を愛用できればなと思ってコーデを組んでみました。はい、続いて4つ目のアイテムですね、ゆでん、こちら可愛い。はい、トゥデイフルさんのアイテムです。こちら 50% オフで7150円。
でこれすごい可愛いデザインなんですけど、私はもうサイズ感がすごい迷ったんですよ。これ伸びるのかな伸びないのかなみたいな、ちょっと生地のあの繊維のところを見ても不安で買えなかったんですけど、今回 50% オフになってたので買ってみたんですよ。そしたらやっぱり正直私の体型だとこの胸周りってところがパツってなってしまったので、これは1枚では着れないけど、このレイヤードしても可愛いですね。重ねてこういう風に着ても可愛いなとか、着れたら使えるって思って勇気振り絞って買ったら可愛いし使えそうなアイテムかなと思いました。でこちらのコーデはですね、今回柄のついているボタニカル調のパンツを合わせてますが、これ骨格ナチュラルさんがすごく得意なパンツなんですね。なんですけど、こうレイヤードしていろいろ重ねて着ればそんなに主張もなく着れるのかなと思って、私個人的大好きなデザインなので、骨格ストレートでもそういう風にうまく着こなせば綺麗にいけるかなと思うので、今回はこのようなパンツにしています。はい、続いて5つ目のアイテムはこちらのシューズです。フォーエバー21さんのシューズを買いました。こちらが 60% オフです。2640円。よっすー。このサボ風なねアイテムってすごく流行ってるかなって思うんですけど、これいつまでこの流行りが来るかわからないっていうね、ちょっと不安もあったりとかするかなっていうところと、ホワイトっていうカラーで、他にもカラーはあるんですけど、こうホワイトのカラーを足元に持ってくるとすごく抜け感があったりとか軽やかになるので、セールアイテムでだったらいいかなと思って今回これを選びました。このシューズにするだけでコーデがもう今っぽさ満開、今っぽさ全開のコーデになるかなと思うので、セールでこのアイテムを購入しました。はい、6個目のアイテムはこちらです。こちらもアダムエロペさんのシューズですね。こちらなんと 70% オフです。価格は2640円。こちらもさっきのシューズと同じですね。オフ率が違う。このね、可愛くないですか形。はい、こう今の私のこのコーデにも足元にこれを入れても可愛いですし、カラーもね素敵じゃないですか。黄色でちょっとサテン調になってるんですよ。なんといってもやっぱ 70% って素晴らしいなと思って、残り少なかったので即買いしました。はい、続いて7個目のアイテムはこちらです。可愛い、はい、バッグですね。こちらはファーストハンドさんのアイテムで 30% オフで、価格は5544円です。これ 30% オフだったんですけど、もう私はこのデザイン性に惚れて、もう絶対この使えると思って買いました。でこのね、竹のハンドに、ハンド、このバンブーのねハンド持ち手だ。なんでここだけ逆やないかい。このバンブーの持ち手、なんか私の中でトレンドで、それがあるだけでなんかおしゃれっぽくなりませんか。ナチュラルな素材が入ると、でカラーも緑ですごい可愛いですし、ちょっとこうカゴバッグで珍しい小さなこう模様とかも同じ素材で作っていて、この留め具とかも一個一個がすごい可愛いなと思って買いました。これも夏にぴったりですし、こうなんか濡れても弾きそうですし、どんなシーンにも使えそうってところで買いました。はい、続いて8個目のアイテムです。同じくバッグですね。こちらイエナさんのアイテムです。 30% オフで、価格が4543円。これ可愛さが2つあって、まずこのカラーも可愛くないですか。なんかありそうでないんですよ。この水色だけじゃなくって、こういろんなこうカラーが、こんな色がこうあるんですよ。もうこう大好き、そういうね、こういろんなまだらなもの可愛い。あとこの持ち手の部分が細いんですよ。細くて、なんでここでこう肩にこうかけるのももちろんですけど、なんか浴衣とかにも合わせられるかなって思うんですけど、ここをもうさっきみたいにこうぐるって結んでこんな感じにして、ほんとこんな感じで抜けてません？こうやってバッタリ素材がこう抜けてるので、抜け感のあるこう鍵編み素材なので、ちょっと今日コーデが夏なのに重たいかもみたいな時に、いちいち服を着替えなくてもこのバッグをこうたる持つだけで、この子がコーデを軽くさせてくれるかなと思うので買いました。はい、ということですごい長々と語っちゃいましたが、これは一目惚れして買ったバッグです。 30% オフ、噛んだ。はい、続いて9個目の紹介ですね。9個目のアイテムはこちら、ボンジュールサガンさんのアイテムですね。こちらは 58% オフで330円です。こちらね、使えるんですよ、こういうアイテム1個あれば。夏とか暑いじゃないですか。髪の毛をグッてくくってこうつけるだけで、今流行ってたクリアなものとかもあると思うんですけど、私確かにああいうクリアなものって抜け感って可愛いなと思ってるんですけど、なんかつけるとザッチクって言ったらすごい失礼ですけど、100円に見えるぐらいな感じになるので、やっぱり骨格ストレートさんは高級感のあるものが得意ですし、こういうゴールドのものを意識して買うようにしてます。
はい、続いて10個目のアイテムですね。こちらですよ。夏の必需品、扇風機。手持ちの 29% オフで601円です。今年も暑いみたいなので、もうぜひ皆さん買ってください。で、前にちっちゃいサイズのやつを買ったことがあったんですけど、風量が足りなかったので今回は大きめのサイズにしました。強さは3段階。もう涼しいですよ。見えますか？これ601円で買いますし、もう私はすぐ欲しかったんですよ。もうすぐ明日使いたいってなったので、もうドドタウンで買ったアイテムです。はい、皆さん熱中症対策に、こなしで大丈夫です。はい、最後11個目はさっきからずっと私が着ているこちらですね。こちらメゾンスペシャルさんのアイテムです。 30% オフで価格は10,000円です。ちょっと高くないって思うかもしれないですけど、私もこれ店舗で見た時に最初定価だったんですけど、その時え、かわいいって思って、デザインまずこういうなんかこう鳥、見たことないような鳥がいっぱいいます。でこのアイテムいいなって思ったのが、まあ、シアアイテムはたまに見るんですけど、ここからね親指を出すことができるんです。なので今回夏なので、今はこういうジレに合わせてこう1枚でペロって着てますけど、冬だったら指出してこう袖でこう出して、上にパーカーとか着てこうカジュアルなアイテムでなんか男っぽいってなってしまっても、ここにこうちょっとシアアイテムこうチラって見せたら、あら可愛いっていう、こう女性らしさも出せるかなって思ったので、夏だけじゃなくて冬まで使える、オールシーズン使えるかなと思ったので、この価格ででも長く使えるアイテムだったらコスパ逆にかなって思って今回買いました。でコーデの合わせ方なんですけど、今私このジレに合わせてこういう風にしてますが、さっき買ったトゥデイフルのこのねデザイン性のあるシャツと合わせて着こなしてもいいですし、さっき言ったように冬であればこうパーカーとかニットとかと合わせて着こなすこともできるので、これは本当にね万能で、いろんなアイテムと仲良くできるアイテムかなと思います。はい、以上ラストでしたね。はい、11個目のアイテム紹介でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。あだちゃんどう？ゾゾタウンって本当にオフ率が変動すごいからこそ、確かにこういう時はこういうオフ率で買うっていうのがめっちゃ勉強になりました。よかったです、ありがとうございます。ちなみにそのゾゾタウンでよりお得にお買い物をするポイントっていくつかあったりするんですか？はい、あります。紹介させていただきますね。大前提、もう必ず商品にお気に入り登録をしてください。そうすることでいいことがありますよ。1つ目、あなただけのタイムセールっていうのがあるんですよ。商品をお気に入りした、ハートを押した人だけのタイムセールっていうのが実施されるので、はい、いいなと思ったらお気に入りをする。2つ目、ショップのお気に入りもおすすめなんですよ。ブランドさんじゃなくてショップ、そのショップをお気に入りすることでクーポンが発行された時に通知が来ます。で、これだけじゃないんですよ。発行されましたよとタイムセールですよっていうのを掛け合わせて使うことができるんですね。セールでもクーポンは使える、これは大きいことだと思うので、このショップ好きってなったらショップのお気に入りもしておくとお得にお買い物できるかなと思います。私も知ってた？知らなかった。やばい、やばいよ。めっちゃお得に買えるんですね。本当にそう。次のセールはダブル使いでぜひ、はい、使ってみたいと思います。はい、お願いします。ということで初めてね購入品紹介っていう曲をやらせていただきましたが、ちょっとドキドキ最初しながらも楽しく自分が買ったものを紹介できたかなと思います。なので皆さんもZOZOセールたくさん安くなっているもの、お買い得になっているものがありますので、さっき言ったZOZOタウンでお買い得に買う方法を駆使しながら自分に似合うアイテムを見つけていただけたら嬉しいなと思います。ということでこの動画が参考になったという方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。またZOZOタウンでこういうの買ったよとかセールこういうのあったよみたいなのがあったらぜひぜひコメントお待ちしてます。私が返信します。はい、ということで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ニアウラボ TV をご覧の皆さん、ニアウラボで超パーソナルスタイリングサービスを体験してみませんか？ZOZOタウンから厳選された700点以上のアイテムから、ZOZO独自の AI とプロのスタイリストがあなたの似合いを見つけます。詳細は概要欄をチェックしてください。